こんにちは。今回は天才エレクトロニックミュージシャン、アビーチの生涯をご紹介したいと思います。アビーチといえば、The Nights とか、Waiting for Love とか、名曲ばっか作ってますよね。もうクラブでアビーチ流れたらみんな一気にノリノリでイケイケになりますよね。もうなんていうか彼の音楽センスって、ほんとやばいですよね。完璧すぎます。あと彼の音楽って酒のつまみになりませんかね。同意していただける方はいいねをしてください。さて、おそらくクラブ好きの人なら必ず好きであろう、このアビーチですが、悲しいことに彼は若くして亡くなってしまいます。一体何が彼をここまで追い詰めたのでしょうか。今回はエレクトロニックミュージックのカリスマ、アビーチの生涯を追ってみたいと思います。アビーチ、本名ティム・バーグリングは、1989年9月8日、スウェーデンの首都ストックホルムで生まれます。ちなみにアビーチというアーティストネームは仏教の輪廻転生の地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つの世界の中の一番下の世界、8つある地獄界の中の一つ、アビ地獄のサンスクリット語発音から取っています。ティムの父は家具会社の CEO クラース・バーグリングで、母は女優のアンキ・リデンです。ティムには3人の兄弟がおり、ティムは幼い頃からいろんなジャンルの音楽を聴いて、8歳の時にはメキシン語を覚えていたと言われており、ピアノやギターも習っています。その後は DJ だった兄の影響で、ダフトパンクやオランダの DJ、ティエストなどから影響を受けており、16歳になった彼は自宅で音楽を制作するようになり、作った音楽をブログやエレクトロニックミュージックフォーラムへ投稿を始めます。当時彼はレイドバックルークというオランダ人 DJ のフォーラムのメンバーで、この時に彼の独特なディープハウスのスタイルを確立したと言われています。同時にアーティストネームもアビーチに変更しています。その後17歳になったティムは、その音楽センスで音楽活動を始めて、わずかな期間で音楽レーベルと契約。2010年18歳の頃にはシーク・ブロマンスがベルギーをはじめ音楽チャートでトップ20に入り、一気に有名になります。その後は EMI ミュージックと契約しメジャーデビューを果たし、2011年にはレベルスをリリース。2013年にはデビューアルバム True を発売し、これが iTunes 世界69カ国売上ランキングで1位を記録。彼の名は世界に轟きます。レベルスのトラックってフローライダーのシングル Good Feeling にも使われてますよね。超かっこいいですよね。その後はデビッド・ゲッタをはじめ、様々なジャンルのアーティストとコラボし、多くの名曲を作っています。この時世界に彼をプロモートしていたのは、同じスウェーデンの企業、世界最大の音楽ストリーミングサービス会社 Spotify だったそうです。しかし彼は2012年頃からお酒の飲みすぎからか急性膵炎を患っており、入退院を繰り返します。その後2014年には盲腸と胆嚢を摘出、2016年3月には体調不良からか Facebook でライブやツアーなどの DJ 活動の引退を発表します。そして2016年8月、スペイン・イビザ島のライブを最後にライブ活動を引退します。その後もアルバムの制作などで音楽活動を続けるも、2018年4月20日、友人を訪ねるために訪問していたオマーンのマスカットで、ティムは急な死を遂げています。28歳という若さでした。彼の死は自殺だったと発表されています。死因は割れたワインボトルで体に傷をつけたことによる出血多量だったようです。成功絶頂期にあった彼が急な死を遂げてしまったのはなぜでしょうか。彼の死後発表された家族の声明文より、彼の仕事感や人柄がわかるので、ちょっとご紹介いたします。私たちの愛するティムは、壊れやすい芸術家の魂を持ちながら、常に実在的な答えを探す探求心旺盛な子でした。完璧主義な彼はいつもハードな仕事やツアーをこなしていて、それは彼にかなりのストレスを与えていました。彼がツアーをやめた時、彼は幸せになることと大好きな音楽をすることとの間に程よいバランスを探していました。彼は幸せと人生の意味について本当にもがき苦しんでいました。彼はそれ以上は進めなかった。彼は平和を求めていたんです。ティムはビジネスとしての音楽に価値を見出せずにいました。ファンを愛する繊細な心を持つ彼ですが、みんなの元から去ってしまいました。ティム、あなたは永遠に愛されてるよ。あなたが恋しい。あなたという人間、そしてあなたの音楽は、あなたの思い出の中に生き続けているでしょう。みんなあなたを愛してるよ、家族より。
家族の手紙から彼がいかに有名になってから苦しんでいたかがわかりますよね。有名になるのと同時に期待に応えなければならない自分と純粋に音楽を楽しみたい自分との間で彼はものすごく葛藤していたんだと思います。2016年彼がライブへの引退を宣言した時、彼は Facebook で自分の本当の人生を生きたいと語っています。いかがでしたでしょうか。曲を聴くだけではいいね、アビーチ天才だわ、かっけーで終わってしまいますが、彼の作品一つ一つには彼の苦悩と情熱の歴史が込められているんですね。彼の性格を映し出した繊細でプロフェッショナルなサウンドはアビーチの真髄ですよね。本物のアーティストってどんな人も思い悩み苦しみながら何かを生み出しているんですね。ちょうど4月20日は彼の一周忌でした。心からご冥福をお祈りいたします。最近クラブにはあまり行かなくなったんですが、アビーチを取り上げたことで純粋に音楽を楽しみにクラブに行きたくなりました。今度クラブでアビーチデーとかやってほしいですよね。ビールとアビーチ考えただけで最高です。アビーチのライブ映像のリンクを貼っておくので、友達呼んで家でパーリーでも楽しいかもしれません。ちなみに僕は家で家事したり料理しながらノリノリで聞いてます。今回はエレクトロニックミュージックの天才アビーチでした。気に入った方はいいねやチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。